埼玉トヨペットグリーンブレイブは日本のレーシングチームである。略称はギガバイト。マーク XMC マーク X スーパー第9参戦。車両埼玉トヨペットは2012年に発売されたトヨタ86の楽しみ方を探った結果、車を販売する側が車の楽しみ方を知らなければ、顧客にその楽しみ方を伝えられないという考えに、至り、モータースポーツ推進部を設置。 レースへと参戦することを決めた。そのためチーム代表、チーフエンジニアメカニックいずれも埼玉トヨペットの社員が担っている。ドライバーもプロだけでなくレーシングカートの経験がある。取締役専務の平沼隆行が自らステアリングを握る。トヨペット店のカラーである緑からグリーンブレイブと名付けた。 2013年から市販車によるレースのスーパー耐久の ST-4 クラスに86で参戦を開始し3年目の2015年に初勝利同年チャンピオンに輝いた結成5年目の2017年からはスーパー GT の GT300 クラスにステップアップし同シリーズ6チーム目となるマザーシャシーズへとしてトヨタマーク X を独自開発した コロナマークにから続くトヨペット店の先売であるマーク X に強いこだわりを持っており上記の通りマザーシャシーでマーク X を製作しているほか不利を承知でスーパー耐久の2015年最終戦から ST-3 クラスにマーク X を投入している ST-3 クラスにおいては2017年中盤にはフロントマスクを発売された直後のグレーン スポーツマーク X と同じデザインに変更した。GT300 クラスにおいては2019年には2度表彰台を獲得することに成功するが、同年末をもってマーク X が生産終了となったことから、2020年は GT300 クラスはグレーンスープラへと ST-3 クラスはクラウンへとベース車両を切り替える。GT300 のグレーンスープラは、 ジャフ GT 規定によるもので、エイプリルとの共同開発で、同チームのプリウス GT 同様、RCF の 2UR GSE エンジンをフロントに搭載する。2020年のデビュー戦では、チーム初の優勝、加えて、GT500 でも15年ぶりに復帰し表彰台を独占したグレーンスープラゼと合わせて、スープライズバックを象徴する両クラス制覇を飾っている。また、 スーパー耐久以外にも画像レーシング 86BRZ レースや FIA 界4選手権、岡山チャレンジカップなど大小多くのレースに積極的に参加している。またレース進行として86ワンメイクレースグリーンブレイブキャンプを2017年より実施しており、2018年にはこれに元フィギュアスケート選手の小塚隆彦が参加した。 2020年1月に埼玉とヨペットは自社レーシングチームに由来するチューニングカーブランドグリーンブレイズを立ち上げた。レースで培ったノウハウを活かして風洞開発なども行ってパーツを開発しボンネットには手彫りのグラインダー加工により緑の炎をあしらう。戦術の通りマーク X の生産終了を加えて2020年5月からの 全車種全店平売化により、1000倍車種を失うことになった、埼玉とヨペットだが、代わりに、この専用ブランドで差別化を図ることとなった。ブランド発表と同時に第1弾、アルファード、同年8月に、第2弾、クラウン、2021年1月には、第3弾、ハリアーのコンプリートカーを発売している。ありがとうございます。